おはようございます。薬剤です。さて、本日のお話は、才能を言い訳にしないというお話です。やりたいことに出会ったとき、自分に才能があるかないか、どうしても気になってしまうものです。才能がなければ、才能がある人間には勝てない。確かに、極限のところまで行ったら、そういうものかもしれません。しかし、最初から才能を言い訳にするのは、いかがなものでしょうか。やりたいと本気で思うなら、そんなものを気にすることはありません。才能よりも、どれだけそこに、濃密な時間を費やしたか、そっちの方が、よほど大切です。どれだけやったか、ということ。不器用で、人よりも覚えが悪かったりしても、考えて考えて考え抜くことはできます。考え抜くことに、才能などいりません。言い訳をしない。その一点だけ守れれば、誰でもできることです。できればスマートに、華麗に結果を出したいと思うかもしれませんが、別に、スマートに結果を出すことだけが、かっこよさではないのです。泥臭くてもいい。泥臭かろうが、傍から見ていて痛いくらい必死だろうが、恥も体裁も捨てて、結果を出すことにこだわる姿は、決してかっこ悪いものではありません。むしろ、そこまで結果にこだわれるのは、かっこいいことです。それを笑ったり馬鹿にしたりするのは、物事の本質が見えていない証拠。結果を出したとき、人はあなたのことを才能があると言うかもしれません。でもそんなもの、どうでもいいのです。才能があるかないかより、どれだけ考えたか、力を出し切ったかどうかが大事。私は、朗読 BGM シリーズで自分で執筆した話も出していますが、文才があるとは思っていません。やりたいからやっているし、時間が許す限り考えて、一つ一つの作品に全力を注いでいます。今思えば、拙いなと思うもの、もっとこうした方が良かったと思うものもありますが、その時は全力で書いた。そしてそこから、いろいろなことを得ています。才能を言い訳にすることなく、考え抜いて、自分の力を磨き続けることが、結果を出し、明るい未来を想像することにつながるのです。では、今日も素敵な一日を。